はい、今から5月20日クラシカルライブのネット時期買ってくださった方のお名前でいきたいと思います。はい、まずは6枚買ってくれたデビット、ありがとう。もうたくさんたくさん買ってくださってありがとうございます。もう6枚もね、あればね、いろんなイリナが見れるんじゃないかなと思います。はい、なんかね、もうね、日本語で書いたりとかフランス語で書いてとかもしてて、こっちもね、どんなん書いたっけなって思いながら書いたんですけど多分読んでもらった方が早いと思うんで、来た時にいっぱい届いたらまた感想だったりを、またツイートだったり DM とかだったりで教えてもらえたら嬉しいなと思います。はい、なんかそのね、クラシカルに合った落書きだったり雰囲気でポーズで撮ってみたりとかしてるのでね、もう尽きないと思います。たくさんのイリナが見れるんじゃないかなと思って、早く届かないかなって今でもそわそわしております。はい、なので本当にね、本当は来てほしかったなと思ってたんですけど、来年のワンマンの周年ライブの方に一番来てほしいので、その時はちょっと遠いけど日本遊びに来てくれたら嬉しいなって思います。本当にいつもありがとう、デビット、メルシー、愛してるよちなちゃん、ありがとう。2枚もありがとうございます、本当に。はい、ということで、こういうね、こういう肩が出る衣装だったので、肩をねアピールしたいなと思って、肩を存分に見せれるような感じの撮らせていただきました。なんかクラシカルっぽい感じでなんか音符とか書いてみたりとかしたんですけど、いや本当に来てくれて、浅草まで来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかすごいイレナのためにこうやって遠いとこから来てくれて、この1日夕方からライブだったけど、その間までなんかイレナのために観光してくれたりだったりとか、いろんなこととか思ってきた、なんかこれまでしなちゃんがやってきてくれたこととか思うとすごく涙が出そうになるんですけれども、はい、そんなちなちゃんにね、こうやっていいの今こうやって押してもらえてるのすごい幸せやなって思います。マジで本当にこの時クラシカルいてくれて心強かったなって思います。はい、楽しみに待っててください、いつもありがとう。さっちゃん、ありがとう。はい、ということでさっちゃんね、もう本当に最近結構いろんなこういうコスプレだったりとか、こういう特別衣装だったりとかたくさん多い中でも、こうやってこういう大事な時とかもこうやって買ってくれて、いいなのことを見て見守ってくれてて、すごくすごく嬉しいです。はい、なんかね、結構離れていても、結構東京とさ、どこ、赤、どこだっけな、神戸の方に住んでるって言ってたから、そう、結構離れているから、それでもいいなのことを思ってくれて、日々こうやってね、応援してくれてと思うと、すごく勇気が出たし、力が出ました。なのでね、このクラシカルも成功に近づける第一歩だったのかなって思います。本当に実際にね、こうやって応援しに来てくれることも大事だけど、こうやってチェキとかでも応援してくれるのはすごくすごく嬉しいです。早くまたさっちゃんに会いたいなって気持ちにめちゃくちゃなりました。はい、なので楽しみに待っててください、ありがとう。2枚買ってくれたあやのー、ありがとう。はい、ということで、やっぱポニーテールをね、見せたくて、ポニーテールと肩を絶対に見せたいなと思って、あやのにはこういうチェキに送りました。はい、ということで、あやのもね、こうやって大阪からこうやって来てくれて、毎回大事なライブはね、東京まで来てくれるんですけど、そんなの当たり前とは全く思ってないし、そういう感謝の気持ちは忘れずに、いつも本当にあやのには本当にありがとう、ありがとうって思うし、イレナのこと、あやのの答えに気持ちに応えれるようにこれからも頑張りたいなと思ってるし、本当にこのクラシカルめちゃくちゃ頑張りました。なので これまでもたくさんいろんなイベントとかあるし、東京に行きたいと思う時があると思うんですけど、無理せずいい感じに来てもらえたら嬉しいなと思います。まあでも来てくれたらめちゃくちゃいいな、もう超幸せハッピーモードになるので超嬉しいんですけど、本当に来てくれるだけでいいな、幸せなので、こういう名前を呼べるだけで幸せというか、顔を見るだけ幸せというか、まあ全部幸せなんですけど、はい、っていう感じで、これからもね、たくさんいいなのことを応援してください、ありがとう、楽しみに待っててね。はい、お次がガッキー、ありがとう。2枚買ってくれてありがとう。はい、ということで、ね、今回も、ね、2枚買ってくれて、いつもなんか特別なんだなっていう気持ちになります。なんかネットチェキとかもさ、
枚1枚じゃなくてちゃんと犬の2枚買ってくれたりとか、そういう、そこ、そういうところだけでもあのちゃんと犬のこと好きでいてくれてるんだなとか、押していただいてるんだなっていう気持ちになるし、実際に会った時もさ、結構最初と最後で、一番最初と最後でね、あの来てくれるの本当に幸せだなっていつも思います。なんかガッキーで始まってガッキーで締めれるのもあの当たり前じゃないけど、こうやって最近はずっとこういうのが続いてるから、すごい幸せだなって気持ちになっております。はい、という感じでクラシカルの衣装はね、結構大人めな感じになったんですけど、あの似合ってますかね。はい、こんな感じで結構落書きもクラシカルっぽく描いてみたりとかしてるんですけど、あのまたこの衣装は着るか、着ることは多分ないと思うんですけど、こうやっていっぱいチキで、あの頭にインプットしてまた日々思い出してもらえたら嬉しいなと思います。本当にね、この日来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。大事なライブとか絶対に来てくれるラッキー、本当にいつも嬉しいです。これからも多分もっともっと成長していくと思うので、イーナの成長見守っててください。ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたレイちゃん、ありがとう。はい、ということで、あのね、1枚はあの好きな曲のポーズということで、あともう一つお任せだったのかな、はい、漏れるポーズみたいな感じだったんですけど、はい、これイーナの好きな曲がありまして、カナギラビッツに入る前に聞いた、何この曲むっちゃいいやと思った曲が一番、星の瞬く間にっていう曲を聴いたときに、多分レイちゃんならわかると思うんやけど、え、なんかちょっと K-POP っぽくないとか思って、その時結構いいな、アイズワンとか結構好きやったから、キラキラ系を結構好きやったから、星また聴いたときに、え、みたいな、めっちゃいいやとか思ったし、振りの感じとかもなんかこういうとこみんなでやるとことかもめっちゃ K-POP っぽいなと思って、アイズワンっぽいなとか思って、その人数が多いし、なんか振りの感じとかも、あ、似てると思って、めっちゃそこから好きになって、で聞けば聞くほど今もずっと好きだなって思ってます。なんか結構カナギの曲、いろんな曲あるし、多ジャンルなものたくさんあるから、これも好きこれも好きってなるけど、やっぱ唯一変わらへんのは星の瞬く間にかなと思って、こういうっていうポーズがあるんやけど、こう、うんうんみたいな感じのところが結構星にとって分かりやすいかなと思って好きなポーズです。はい、なんか細かく、なんか動作が結構好きだったりするから、結構ポーズで一つの写真にするのめっちゃ難しかったけど、ここが一番あの星まさって分かってくれるかなっていう感じにしました。あともう一つはやっぱ小顔ポーズが一番顔を小さく見せるポーズなので、一番漏れるかなと思って、はい、っていう感じで、この時ね、キラキラの衣装であんまし神田ギアと絶対に着ないであろう服たちを着れて、なんかちょっとあのアーティストになった気持ちになって頑張りました。はい、本当にね、あの結構イリナ割と形から入るタイプっていうか、何事もなんか何かをやって、何か身につけてからじゃないとなんかうまくいかへんかったりっていうことが多いから、やっぱ衣装で結構決まってくるなと思って、はい、毎回カナギの衣装もね、もう衣装良すぎるから毎回もう全部成功してるんですけど、はい、応援してくれたおかげで超いい感じのクラシカルライブになりました。はい、また大事なライブとかあったらレイちゃんにそこは来てほしいなと思います。はい、たくさんイーナの活躍を見てほしいので、はい、いつもありがとうございます。ぜひ楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がふみさん、ありがとう。はい、ということでクラシカルっていうライブ初の試みだったんですけどね、結構みんなもね、どんな感じなんだろうっていう気持ちだったと思うんですけど、すごく個人的にはあの初めてすぎて、なんかすごいいい体験をしたなというか、いいと学んだなとか、いろんなことを学べたんじゃないかなって思ってて、その学べたことをこれからもいいな、成長に生かしていきたいなってめっちゃ思ってます。なんか結構デビューした当時と比べると今はもう結構めっちゃ成長したなと思うけど、でも自分やからこそ分かる学ばないなっていうところがたくさんあるから、まあ、そういうところもふみちゃん結構繊細やから結構見てくれるんじゃないかなと思って、受け入れてくれるというか、そういうなんか変わったんや、こういうことがあったんやですって言ったら、すごいじゃんってめっちゃ盛大になんか褒めてくれそうな気がしてるので、はい、これからもいいなのことたくさんあの密かに見てもらえたら嬉しいなって思います。はい、この時期も可愛いので楽しみに待っててもらえたらなって思います。いつもありがとう。では次が七瀬さん、ありがとう。はい、ということで、多分七瀬さん、わかんない、七瀬さんはいいなのイメージ的にはもう分けるぜみたいな、もう湧いて湧いて湧きまくるぜみたいなアイドルさんをめちゃくちゃ好きなイメージというか、
なんかもうね、そう思ってたんだけど、そのね、押してくれてるグループの中の一人として、一つのグループのカーナギラビッツとして、こういうクラシカルライブって多分他の間でさ、ないんじゃないかなと思って、でもそれでもなんかこうやって応援してくれたりとか、好きでいてくれてると思うと、本当にカーナギラビッツはやっぱり特別なんだなっていう気持ちになりました。だからこれからもね、奈良さんの特別で荒れるように、これからもうちらも頑張るから、奈良さんもいっぱい私たちのこと、見ててもらえたらなと思います。多分これからもいろんなことを挑戦していくと思うので、見守っててもらえたらなと思います。本当にいつもありがとう。楽しみにしててください。はい、お月が、テッタンありがとう。はい、ということで、テッタンもね、遠いとこから多分来てくれたと思うんですけど、本当にクラシカルね、むちゃくちゃ、結構思ってたよりたくさんの人に来てもらえて、もうちょっと呼べたかなとか思うところもあったけど、でもそれの中でも、ビラ配りとかもそのぐらいにして、それで知って来てくれた人とかもたくさんおったから、やったことは無駄じゃなかったんだなって思いながらやりました。はい、という感じで本当にこの日来てくれたのはね、皆さん嬉しいし、こうやってネット的で応援してくれるのもめちゃくちゃ嬉しいので、超元気になりました。なんか頑張るぞっていう気持ちになった。もう初めてなことやからめっちゃ緊張してたんやけど、もう出る前めっちゃ緊張してたけど、なんかみんなのこういう応援とかもらった時とか思った時は結構、ああ頑張れるわと思って頑張りました。はい、なのでこの時期も楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次がかなちゃん、ありがとう。はい、かなちゃんもねこの日来てくれて本当にありがとう。もうね、多分今までかなちゃんもアイドルを好きになったきっかけが多分カンナギだと思うんですけど、こういうことをしてるアイドルさんは多分他にはいないと思うんですよ。私たちだけだと思うんですけど、そんなね、私たちをずっとずっと好きでいてくれて、結構もうカナちゃんもカンナギのこと好きでいてくれて結構長くなってきたなと思うんだけど、ずっとずっと変わらず応援して見守っててくれるカナちゃんが本当にめちゃくちゃ嬉しいし幸せやなって思います。はい、これからもね、たくさんいろんなことに挑戦して上に上がっていこうと思うので、ずっとずっとついてきてください。ありがとう。はい、お次がゆうすけ、ありがとう。はい、ということでどうですか、こういうイリナ。なんか本当に正直浅草だからね、雰囲気とかあるとこだからね、どうなるんだろうとか思ってたんだけど、ちゃんとゆうすけも来てくれて本当に、なんかゆうすけとさ、やっぱ大阪に住んでたら会える頻度も少なくなっちゃうし、結構ゆうすけお仕事大変っていうか夜勤のことがほんまに多いから、ほんまに休めてるっていうぐらい心配になるぐらい結構忙しそうやから、だってすぐに会いに来てほしいなとか思うけど、けどやっぱ仕事頑張ってる姿とか、いろんなね、たくさんのね、癒しを求めに行ってくれて、その中でもその中の一人としていいなのことか、に来てくれるゆうすけはほんまに嬉しいなと思います。もう多分ね、いいなって出会ってもう少しで、もうちょっと、あとちょっとで1年が経つと思う、もうちょっとっていうか、もう結構経つかな、1年ぐらい経つと思うんですけど、ほんまにゆうすけに出会えてよかったなと思います。これからもね、上に目がけて頑張るので応援しててください。ちょっと赤色担当でいてください。ありがとう。お次がヨヤ、ありがとう。はい、ということでどうですか、クラシカル衣装。なかなかこういうの着る機会ないからレアだと思うけど、結構ゆうやこういうの好きなんじゃないかなと思って、割と肩とか見えてるの好きそうだなと思って、こういう感じの分かりやすく見えるような衣装にしてました。結構個人的にはいつものイリナよりさらに大人っぽく見えるんじゃないかなってめっちゃ思います。はい、なのでこういったたくさんいるな、いろんなイリナを見てきた、見てきてくれたと思うんですけど、また新しいイリナを発見できたんじゃないかなと思います。はい、これからもイリナのことたくさん、そこもイリナがそこまで知ってたぐらい知ってもらえるように、ゆえに頑張って見てもらえるようにイリナも努力するので、これからも応援していてください。ありがとう。はい、お月がエルノちゃん、ありがとう。はい、ということでと、ちゃんといつも応援してくれて本当にありがとうございます。本当にね、この日のために結構練習とかリハーサルとかもたくさん頑張ってきたんですけど、個人的にはすごいいいライブになったなと思うし、久しぶりにね、イーナの曲であるニチリンをやっと解禁できたので、すごくイーナ幸せでした。なんか結構割とね、ニチリンって対バンやったら難しかったりするんやけど、
この日はね、主催やし、大きいライブやったし、特別なライブでこうやって好きな日輪を一発目からやらせてもらったのは嬉しいなと思ってて、はい、それをね、本当はもうみんなにもうカナンケタの全員に見てほしかったけど、まあそれはいけないので、またやるときは絶対に来てほしいなって思います。はい、楽しみに待っててください。はい、お次がゆきー、ありがとう。はい、ということでクラシカルありがとう、来てくれて本当に。こういうね、なかなか着ない衣装たちをね、最近結構たくさん着てるんですけど、特別衣装をまさかこういうタイプで着ると思ってなくて、もともとね、なんか確かにクラシカルで踊るのにどういう綺麗めな服を着るやろってめっちゃ思ってたんですけど、なんかこういう感じのまたいつもと違った大人っぽさを出せたらいいなじゃないかなと思ってます。でし、パフォーマンスもこういう衣装に負けないぐらいにかっこよくできたと思うし、日輪も復活できてかっこよく最初からみんなにね見てもらえるような頑張ってラップとかしたので、本当に今思ったらまあこうしとけばよかったなっていうところもあるけど、それを超えるぐらいやっぱ楽しいライブやったなと思ったし、あ、来年の周年絶対みんな来て埋めたいとか、もっともっとカンナギを知ってもらって大きいステージさせたいっていう気持ちにさらに増えました。なのでユッキーもこれからたくさんカンナギのことを応援してもらって、いろんな大きい会場に一緒に行きましょう。どうもありがとう。はい、ユッキーがツッキー、ありがとう。はい、ツッキーどうですかこの衣装、結構どう、なんかあんましさ今までにないような衣装すぎて多分びっくりしてたと思うんやけど、結構ね家はねこういう服装がね割と好きだったりするんですよ。なんかあんましない形とかそういう服装が個人的に私服で着るのが好きで、やばいよね。でもこんな私服で着てたらやばいんやけど、まあ、こういう感じのこのキラキラまでしてないけどこういう形とか好きやから、もう結構気分もいいよね。そうもうめっちゃだから最初から日輪があったんやけど超頑張れたし、めっちゃかっこいい姿見せれたなってめっちゃ思いました。はい、こういうことはなかなかね着ることないし、もう一生見ることないんで、たくさんこのチェキ見てほしいなと思います。いつもね応援してくれてありがとうね。また大きいステージに立てるようにうちらも頑張るから、スッキーもうちらのことをたくさん見守っててください。ありがとう。はい、お次はマークパパ、ありがとう。はい、この日はねこの日のためにずっと告知だったりとか、あのこの日開けてきてくれたりとかめっちゃ嬉しかったです。やっぱり久々に会えるのってやっぱたまにしか会えないのってやっぱ寂しい気持ちあるけど、久々に会えた時の感動ってやばいから、そう久々にマークママの顔見た時に、あ、なんか安心するなっていう気持ちになったし、この日あの見つけた時は最初からイリナの曲である日輪を一発目からやったんやけど、マークママ見つけた時によっしゃ頑張ろうっていうなんか気合がさらに入ったというか、そういう感じでめちゃくちゃ楽しいライブになりました。本当にね大事なライブはこうやって絶対に予定を開けてきてくれるリマークママはいつも本当に嬉しいなと思います。これからもねたくさんいいのを車に乗せてたくさんいろんなところに連れてってくださいありがとう、楽しみに待っててね。これありがとう。はい、お次がダモシャン、ありがとう。はい、ということでこういうねクラシカルライブ来れなかったけど、あのとちゃんと復旧詐欺のライブでね応援してくれるチェキを見たので、もうそこでねなんか元気が出たよね。さらになんか終わった後に見たけど、なんか疲れてた体にもうなんかさらになんか癒しが来たよね。みんなでやってくれてて、しかもなるちゃんがいいなの可愛い顔を描いてくれて超絶幸せやったなって思います。なんかあの囲み欲しいなって思うけどね、そうだからちょっとねあの東京で遠かったと思うし、あの来たい気持ちはすごい山々やったと思うんですけど、またね大きいライブがあるとき、来年は絶対に本当に大きいさらにでっかい会場で50年ママをするから、絶対にその時は来てほしいなって思うし、いいなの成長をいっぱい見てほしいなと思います。結構ねここ何ヶ月で結構ねいいなも成長したなって感じられる部分もあったんで、自分的にねなんかそういうところもたまに見てもらいたいなって思ってるので、早くまたみんなのところに応援しに来てください。いつもありがとう。いじめたらありがとう。はい、ということでこういうの好きでしょって肩をアピールのなんかリクエストもらったのでやったんですけど、本当にねああいう衣装が来ると最初思ってなかったからめっちゃびっくりして、もう最初に自分で似合うかなとかめっちゃ思ったけど、割といい感じにフィットしてくれて、みんなから結構褒めてもらえたりとかめっちゃ
ちゃ嬉しかったんですけど、その中でもね、フェジメタルもその中の一人なんですけど、思ってもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、という感じで、こういう衣装も絶対にもう着ないであろうから、これでもう目に焼き付けてもらって、いつでも頭から出てくれるようなインプットしてもらって、いいなのこと考えてほしいなと思います。いつもほんまにありがとう。楽しみに待っていてください。はい、お次がひろちゃん、ありがとう。はい、ということで、なんかなんだっけ、あのなんとか、モダン、なんとかモダンみたいな、そうリクエストしてくれなかったっけな、忘れちゃったんだけど、そう、それをイメージしました。なんか分からへんきて、ちょっと分からへんかったから、なんかそういう桜とか描いて、ちょっとあの浅草っぽくしました。はい、いやめっちゃっぽくない、儚くない、なんかそう、だからこういう感じで、ほんまはね、もっと絵が上手かったらね、描きたいことあったんやけど、いいなの限界がこれでした。でも限界の割には割といい感じになったと思うので、楽しみに待っててください。本当にひろちゃんもいつも応援してくれてありがとう。これからも大きいステージ立つためにもっと頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとう。はい、お次がふみふみ、ありがとう。わ、嬉しい、なんかふみふみの名前読んだのめっちゃ久々な気がしてて、超絶嬉しくなりましたね。もう頑張ろうっていう気持ちになりました。これなんかライブ前に撮ったんやけど、もう見れて、嬉しいと思って、ふみふみが久しぶりに買ってくれてると思って、いつもね配信とかのスクショとかやってくれてるから、そう、楽しみに待っててもらえたらなって思います。いつもほんまにありがとう。また待ってるね、ありがとう。はい、お次がひろちゃん、ありがとう。はい、ということで、あのね、なんかリクエストしてくれたよね、なんだっけな、忘れちゃったんだけど、あの浅草っぽく描いてみました。はい、なんかあのね、むっちゃ難しくてさ、なんだろう、桜描けばいい感じになるんじゃないかみたいな、省いてたらそれっぽくなるんじゃないかなと思って描いてみたんだけど、本当はね、もうちょっと凝ったっていうか、なんか描きたいものがあったんやけど、どうしても描いても物にならなさすぎて、むっちゃ何回も消しては描いてってやりました。だからなんか結構ね、たくさんなんかめっちゃ思い当たることあったんだけどね、全然ね、もう絵が下手くそすぎてできなさすぎた。だからちょっと桜でごまかしました。まあでも桜もね、描きたい中の一つだったんだからよかったんですけど、もうちょっといい感じになったんじゃないかなと思って、もうちょっと絵を頑張りたいなって思います。はい、っていう感じで、なかなか着ないさ衣装だったから、レアだったんじゃないかなって思います。いいのもこういう衣装を着てみたかったので、すごく嬉しいです。ひろちゃんも楽しみに待っててください。ありがとう。はい、次がコロネ、ありがとう。はい、ということで、これがもうね、いい女でしょ、これはもう本当になかなかこういうねやつ着ないし、ちょっといい女すぎて、多分コロネには近づけん、コロナが、多分ね、これはね、コルネにはね、多分いいなに近づけないと思うよ。強すぎて、強い女すぎて。はい、なのでね、めっちゃ、いい女すぎるから、これ、なかなか、チェキで収めてもらえるのも、すごく嬉しいんですけど、たくさん見てくださいね、たくさん。全然、うさちゃんにも見せつけてください。食べられないようによろしくお願いします。はい、という感じで、ありがとう、楽しみに待ってください。ありがとう。はい、お次が大平ちゃん、ありがとう。はい、ということで、大平ちゃんもこうやって買ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっとアップ目に撮りました。あのリクエストでアップ目っていうことだったので、なんか結構ね、アップにしちゃうとね、結構ぼやけちゃうんだけど、ちょっともしかしたらぼやけてるかもしれないけど、このこんな感じなんですよ、衣装が。めっちゃどうでしたか。結構なかなかアイドルさんでこういう衣装を着ることなんて多分ほとんどないと思うんだけど、こういうね、衣装を着こなしてしまうカンナギラビッツなんですよ、本当に。しかもなんか特別なことをもうこうやってやったのもうちら初めてだけど、これからもしかしたらやるかもしれないし、たくさん挑戦していきたいなって思います。なのでたくさんいろんなことをねやると思うんだけど、これからも上に上がっていくためにはね、やらないといけないこともあると思うんですけど、そこにもね、大平ちゃんついてきて応援してくれたら嬉しいなって思います。本当にいつもありがとう。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次で最後です。さつきちゃん、ありがとう。はい、ということで、お誕生日だったよね、おめでとうございます。ということで、いつもはねケーキとか描いたりするんだけど、やっぱりこの衣装にはやっぱお花が合うなと思って、カーネーションを描かせていただきました。もうね、嬉しいね。でも結構さつきちゃんはまだね、インナとまだ年齢が近い方だから、こうやってお話とか
結構前初めましてした時より全然お話できてるなって今でも実感するんですけど、このね誕生日いい本当に素敵な誕生日に なってほしいので、本当にあのうちらと一緒に素敵なあの1年にしようね。うちらとね、カンナギラビッツともに、そのカンナギラビッツも今年もたくさんいろんなことあると思うので、来年もそれでもちょっとさつきちゃんのね誕生日をお祝いできたらなって思ってます。またお誕生日来たら、またおあの誕生日何歳になりましたとか何でもいいので言ってくれたら、海の戦略でハッピーバースデーするので、本当にいつもありがとうございます。楽しみに待っててください。素敵な1年にしようね。ありがとう。はい、ということでひなのクラシックライブのネット引っかけてくださった皆様ありがとうございました。本当にマジで素敵な、なんか今まで体験したことないようなライブをねさせていただいて、本当にめっちゃいい経験になりました。もう衣装だったり、もうなんか楽曲もそうだけど、そのね本当に楽しい、素敵な、素敵すぎて、もう今思い返すと、あの本当にあの空間がとてもとても幸せだったなと思ってます。はい、これからもたくさんいろんなね大きいステージ立てるように頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。それではネクスト。